はい、皆さんこんにちは。いやーね、これね、まあ、ちょっとね、私もね、びっくりしたんですが、まあ、あるコンビニでですね、これね、ネズミがね、ちょっと発生したということでね、まあ、結局このね、コンビニはですね、まあ、これツイッターかなんかかな、これ SNS 上で不衛生なね、店内の様子を映した動画がですね、拡散されてね、されているとして深くお詫び申し上げますということでね、このコンビニのね、まあ、方が、謝罪したということなんですが、東京のですね、某コンビニなんですが、まあ、ネズミの群れがですね、店内の動き回った姿が収められていたということですね、これツイッター上で。で、驚きの声がね、上がったということで、私もこの映像を見たんですけど、ツイッター上の。まあ、かなりね、すごくてね、私もちょっと驚いたんですね。まあ、これね、ちょっとお見せしますけど、こんな感じです。要するにね、もう結構あちこちにね、これね、もう普通に走り回ってるって感じなんですね。ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、このような感じでネズミがね、もう、まあ、僕もね、これ今までコンビニとかいろいろ行ってね、まあ、ゴキブリとかね、まあ、中にハチとかそういう虫とかがね、飛んでたことはあるんですけどね、これね、まあ、これだけね、ネズミがちょっと歩いてるっていうのはね、初めてちょっと見たんで、ちょっと驚きましたね。はい。まあ、皆さんもね、ご存知だと思うんですがね。まあ、これなぜこれだけね、ネズミがいたのかっていうのはね、ちょっとあまりよく分かってないみたいですけどね。まあ、でもね、結構店内は綺麗だったんですけど、なぜこんなにね、ネズミがいたのかっていうのがね、ちょっと分からないですけどね。見えちゃうんでね。あ、こんな感じですね。もう一度お見せしますけど。まあ、店内でこうね、ちょっと廊下とかですね、廊下っていうか、まあね、歩くとこ、下の床とか、あと商品の横ですよね、であと上、まあ、天井に近いところにうじゃうじゃいたということで、私もちょっとびっくりしたんですね、これ見て。ちょっと衝撃的でしたけどね。はい。まあ、ということでね、今回ね、まあ、某コンビニで、ね、ネズミが大量発生したというね、動画を発信しました。はい。まあ、それではね、楽しい動画、ためになる動画発信しますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。